2018年4月11日、タイのバンコク、スワンナプーム空港を出発したタイ国際航空660便。羽田空港へ向けて順調に飛行を続けていました。そして、羽田空港の管制官から滑走路16レフトへの着陸許可を得て、着陸に向けた最終のアプローチを開始しました。しかし、着陸直前、660便は予定の飛行経路から外れ始め、そのまま降下を始めた結果、羽田空港近くの人工島の上空で304フィートまで降下しました。この時、大地接近警報装置が作動。282フィートまで降下した時点で、着陸のやり直しに向けて上昇を開始しました。最も降下した地点から 0.24 マイルの位置には、高さ230フィートの風力発電所があり、衝突の可能性も十分にありました。660便は、なぜ、規定のルートを外れ、警報装置が作動するほどに降下をしたのでしょうか。今回は、タイ国際航空660便の墜落寸前にまで至った重大インシデントについて、事故調査報告書をもとに解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また使用している映像や画像は事故機とは異なるものが含まれています。2018年4月11日、タイ国際航空660便がタイのバンコク、スワンナプーム空港を出発しました。この便はバンコク発東京羽田行きの定期旅客便でした。使用機材はボーイング747の400型機。乗員が19名、乗客365名の合計384名が搭乗していました。この便の機長は39歳。総飛行時間は1万1000時間弱。ボーイング747には8300時間乗務していました。副操縦士は33歳。総飛行時間は4000時間で、ボーイング747には3600時間乗務していました。660便は機材トラブルによる代替機手配のため、予定より3時間遅れて、バンコクを現地時間の16時44分、日本時間の18時44分に離陸。離陸後すぐにオートパイロットがオンにされ、羽田空港の近くまで順調に飛行していました。23時31分、インシデントの20分前、パイロットは羽田空港の空港情報を取得し、滑走路16レフトが使用されていて、VORα アプローチが行われていることを確認しました。滑走路16レフトへの VORα アプローチは、このアプローチチャートの通り、まずは16レフトの向きとは合ってない進路で滑走路へ向かいます。そして滑走路を視認できたら着陸に向けて回り込むサークリングアプローチを行います。サークリングアプローチについては以前中国国際航空129便の墜落事故を解説した動画でご説明しております。よろしければそちらもご覧ください。タイ国際航空に話を戻しまして、 VORα アプローチはその名の通り VOR という無線局を基準に距離や通過ポイントが決められています。このアプローチは深夜早朝の時間帯で南風運用の時に限定されており、そして風向き以外にも気象条件の基準があるため実施されることが少ないアプローチでした。インシデントが起きた2018年度に羽田空港では22万回以上の着陸がありましたが、そのうち滑走路16レフトに対して VORα アプローチをした回数は100回以下、率にして 0.04% でした。またこのアプローチを行うにあたっては騒音を軽減するため別途決められたコースを飛行する必要がありました。騒音軽減コースは VORα アプローチの最終通過ポイントを通過後、進路を変えずに 1.5 マイル飛行してから滑走路へ回り込むコースとなっており、正しく飛行している場合は誘導するライトに沿って飛行するか、ライトの上を飛行するように規定されています。
羽田空港の情報を取得した機長はアプローチチャートと騒音軽減コースの資料を準備し、アプローチ方法について副操縦士と確認し合いました。そして副操縦士に対して FMS フライトマネージメントシステムにコースを設定するように指示をしました。しかし660便の FMS には滑走路16レフトへの VOR-α アプローチが登録されていませんでした。そのため副操縦士は目印として最終通過ポイントと滑走路から1マイルの地点を FMS にセットしました。そして羽田空港周辺を管制する管制官と交信し、管制官から VOR-α アプローチによる滑走路16レフトへの着陸であることが伝えられました。23時40分、インシデントの11分前、660便は羽田空港から南に21マイルの位置を飛行しており、管制官は高度4000フィートまで降下するよう指示。2分後には660便から1800フィートまでの降下の許可を求め、管制官は了承します。そして660便は規定のコースを進みながら降下を続けます。23時48分頃、インシデントの4分前、660便は滑走路から10マイルにある通過ポイントを通過。着陸装置が展開され、最終の着陸態勢に入りました。23時49分、インシデントの2分前、660便は滑走路から7マイルの地点で1100フィートに到達し、水平飛行を始めました。この時滑走路を担当する管制官に管制が引き継がれ、管制官は660便に対し滑走路16レフトへの着陸を許可しました。そして30秒後に滑走路から 4.5 マイルに位置する VOR-α アプローチの最終通過ポイントを通過しましたが、この時点では機長は滑走路16レフトを視認していました。騒音軽減コースに沿って飛行する場合は VOR-α アプローチの最終通過ポイントを通過後、さらに 1.5 マイル飛行し、滑走路から3マイルの地点で旋回をするはずでした。しかし660便は最終通過ポイントを通過後すぐに旋回を開始します。そのため定められた旋回開始位置よりも 1.5 マイルも手前で旋回を始めました。そして旋回がほぼ終わったタイミングで着陸のためにオートパイロットの降下設定がオンにされました。このため660便は規定のコースを外れた状態でさらに降下が始まりました。23時51分ごろ、インシデントの1分30秒前、滑走路が視認できない場合に着陸をやり直す高度760フィートに達しますが、滑走路が見えていたためさらに降下を続けます。しかしこの時機長はあることに気づきます。VOR-α アプローチの最終通過ポイントを通過後すぐに旋回し、続けて降下を開始した660便、滑走路16レフトを視認しながら降下を続けていましたが、機長は最後の旋回を行うにあたって旋回の頂点に位置するライトは視認できていましたが、旋回を開始する目印となるライトが見えないことに気づきました。そのため計器をモニターしていた副操縦士に対してライトを確認するように指示をし、2人で探した結果、右前方に見えるはずのライトが左前方に見えました。そのため機長はコースから外れていることを認識、旋回の頂点に位置するライトを参考に手前で旋回できるように左旋回を始めました。さらに降下を続けながら旋回をしていたところ、管制官から高度が低すぎることと滑走路16レフトが視認できているかの確認がありました。この時400フィート程度まで降下していましたが、左前方に設置してあったコンテナ不等に遮られ滑走路を見失ったため、管制官に対して視認できないと応答しました。そして応答したタイミングで対地接近警報装置が作動、着陸をやり直すために上昇を開始しました。そして滑走路22への着陸をリクエストし、0時4分ごろ羽田空港に着陸しました。
このインシデントにおいて乗員乗客の怪我や機体の破損はありませんでした。660便が最も降下した時の高度は282フィート。さらにその最も降下した地点から 0.24 マイルの位置、この時の速度を元にすると5秒ほどで到達する位置に機体の高度からわずか50フィートしか差がない高さ230フィートの風力発電所があり、衝突並びに墜落の可能性も十分にありました。なぜ660便は墜落寸前まで降下をしたのでしょうか。改めて660便の飛行を振り返りつつ、インシデントに至った要因を挙げていきます。まず滑走路16レフトへ VORα アプローチを行う際、最終通過ポイントを通過後は騒音軽減のために一旦そのままの進路で進み、 1.5 マイル進んでから旋回をする必要があります。しかし稀なアプローチであり、機長副操縦士ともに初めてで、かつシミュレーターによる訓練経験もありませんでした。そのため最終通過ポイントを通過直後に旋回を始めてしまいました。そして滑走路へ最後の旋回を行うにあたって、本来なら右前方に見えるはずの旋回の始まりを示すライトが左前方に見えた時点で、ようやく規定のコースから外れていることに気がつきました。このタイミングで本来のコースに戻ろうとしましたが、滑走路16レフトへ向かうには早すぎるタイミングでの旋回となり、かなりの内回りで旋回をする形となりました。また降下については VORα アプローチの最終通過ポイントからの旋回が終わるタイミングで、機長はオートパイロットの降下設定をバーティカルスピードモードにセットしました。このモードは飛行しているコースに関係なく設定した降下率を維持し続けるモードです。そのため660便は自動的に降下を続けていました。ただし大国際航空の運用規則では、最終降下を始める時点もしくは滑走路が見えない場合に着陸のやり直しを判断する高度まで降下した時点でオートパイロットを解除しなければなりませんでした。しかしこれらの状況になっても機長はオートパイロットをセットしたまま飛行し、副操縦士も指摘をしませんでした。そして報告書では、機長はこの時方位の修正に気を取られていたこと、ディスプレイを監視していた副操縦士もコースの監視や旋回の目印となるライトの確認に気を取られたことで、機長副操縦士ともに異常に降下している状況に気づいていなかった可能性を指摘しています。そして管制官から高度が低すぎることと滑走路16レフトが視認できているかについて指摘を受けたときは、すでに高度が低くなりすぎており、滑走路の照明が地上のコンテナ不等に遮られたり、他の建物の照明に溶け込み視認できなくなっていました。また騒音軽減コースの資料には、滑走路16レフトからどれくらいの距離を取って飛行するのかや旋回の目印となるライトの緯度や経度の情報が明示されていませんでした。そのため滑走路へ目視で向かうと、便ごとに飛行するコースのばらつきが出やすい状況でした。そして EGPWS 対地接近警報装置の作動の遅れも指摘されています。これは660便で使用された機体に搭載されていた EGPWS のデータベースに、日本国内の建築物のデータが東京タワーしか反映されていない古いバージョンだったことが原因でした。このインシデントの1年前2017年3月以降にリリースされたデータベースであれば、日本国内の建築物が反映されており、衝突の危険性があった風力発電所も含まれていました。もし更新されていれば、インシデント時に EGPWS が作動した高度よりも130フィートほど高い位置で上昇するよう警告していた可能性があるとしています。大国際航空の運用規則では、羽田空港へのフライトをするパイロットに対して資料をもとに着陸手順を自習するよう定めていました。しかしこのインシデント以降は、フライトを実際に見ることもしくはシミュレーターによる指導を受けることを必須とするよう規則を変更しました。
またシミュレーターで VOR-α アプローチを訓練していないパイロットはこのアプローチを禁止する規則へ変更しました。さらにシステム関連の更新もしています。フライトマネージメントシステムに VOR-α アプローチと騒音軽減コースに沿って滑走路16レフトへ着陸するデータを登録。また日本への路線に使用するすべての機材で対地接近警報装置のデータベースを日本国内の建造物情報が含まれているバージョンに更新しました。一方、国土交通省航空局は騒音軽減飛行コースの資料を改定し、 VOR-α アプローチの最終通過ポイント通過後に規定の位置で旋回した場合、滑走路16レフトからどれくらい離れているかの距離と目印となるライトの緯度経度を追記しました。計算上は 0.04% しか行われないレアなアプローチ方法で、パイロットが対応しきれなかったことに加え、それを支援するためのフライトマネージメントシステムや対地接近警報装置が最大限活用できず、墜落寸前にまで至ってしまいました。以上、タイ国際航空660便墜落寸前重大インシデントでした。よろしければ感想などのコメントや高評価もしくは低評価、どちらでもいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。